し今日も始めていきましょうか。龍が如くセブンね、ガスパと申します。よろしくお願いします。荒川組事務所にね、なんか緊急で呼ばれてる感じだったんで今行きましょうか。はい、こっち側通行止めなんですね。誰か戦いねえか、お前らなあ。こっちが人通りがいい、別の道から行くか。ああ、そうか、目立たねえように行動しろって言われてるからね。いや、まあそうしましょうか。じゃあおやすさんの言うこと通り行きましょうみんな避けていくわ。お、ポリコがいっぱいいるな。新年早々おまわりが多いな。そういや物騒な事件があったとか言ってたもんな。おやすさんを目立たないように来いって言ってたし、裏道から行くか。裏道から行くか、こっちから行けってことか。こっちがポリコがいっぱいいるな。よし、まあ俺はね、いろいろと街中を見ながらね、ブラブラしたいもんで。違う、何があるんだ。お、バージョン 1.05 ありがとうございます。いや、もう日々アップデートされていくからね。もう、あ、あそこですか。行きましょう。じゃあダッシュダッシュ、はい、じゃあインコースすぎるわ。ちょっと待て、お前どこの組のもんだ。おっと、どこって、荒川組だけど、てめえよくもやりやがったな。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。榊組、おお、榊組組員。おお、お前ら全員武器持ってんのか。おカンお前そこで大丈夫か。なんかいろいろやってたけども、まあとりあえずお前を榊組ホームって呼ぼう。クライアン38か、そんな効かねえな。あ、攻撃が、あ、出血した数だ。ほい、オッケー、ナイス、オッケー。なあ、くそ、出血苦しんでる。いや、しんどいな、これは。4対1はやっぱしんどいぜ。この間終わらせることができるから、まずこの間を。なに、え、妨害された。あ、くそ、この立ち位置も結構大事になってくるな。あ、さらに出血しない。俺死ぬんだ、これ。ジャストガード、これ結構むずいし。あ、ちょっとカメラアングルも結構きついし、俺の HP 大丈夫なのこれ。ちょ、カーン、オッケー、ここなら妨害されない。よし、ほいほい、オッケー、ナイス、カーン倒した。オッケー、ジャストガード、いや、頼むわ。オッケー、ミス、ナイス。うわー、ちょっとさ、周りのやつも警察でそこにいるんだから通報したりさ、なんとかしろ。あ、でもあれだな、みんなレベル1だな。ということは多分ワンパンで殺せると思うから。そうだね、田口目の前にいるし、よし、妨害はされないから。一発いけ、オッケー、一発いった。してる、ガン飛ばし、かかってこいや。俺さん、面中切った。うわ、カスガヤ効かない。当たり前だ、グラサンしてんだもんお前。よし、大崎殺した。あ、出血苦しんだら、もう継続ダメージが結構あるな。まあいいや、村岡お前で最後だな。仲間を褒めて。いやー、ちょっと手強かったね。じゃあ初めてだ、こんなピンチは。強くなった気がするぜ。いや、俺もそろそろ仲間欲しいよね、これ。4対1はさすがに、ほら、覚えてやがれ。勝ったけど何だったんだ。いや、もう何だったんだマジで。まあ、榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。ああ、なるほど。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。ああ、事務所に行きましょう。もう方向が分かんなくなった。こっちか。あ、目の前じゃん、ここ。すいません、失礼します。おはようございます。おはようございます。おう、ビジ、座れ。めっちゃタバコ吸ってるな、はい、え？何やってるんですか？いいから座れ。あ、はい。お前、榊組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ、因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の？うん、
近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか？榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか？2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった。そういえば目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東条会追放、こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。城がしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、一。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし喜んでやらせてもらいます。最後の飯は牛丼にしよう。牛丼か。今何時だこれ。リアルタイム12時11分だ、お昼の。あ、俺も牛丼食おうかな。最後の飯かどうか分かんないけど。あ、すまねえ OL、 オフィスレディ、ごめんよ。ここを左に曲がって、このマップの下のとこにあるやつ、これはなんだ、武器屋か。え、これ武器屋、恵比寿屋、これ七屋。失礼、入る。おお、はいはいはい。え、ここはなんか武器とか売ってる、もしかして。いらっしゃいませ。あ、どうもすいません、買いに来た。うーわー、来たね。か買ったナイフ59万8000円するのこれ。情熱スパークリング、うわ、イーチンタロット、わー、はいはい、アナーキ麦わら帽子と、わー、900円か。俺2700円しか持ってねえな。ヘルメット、そして使い古した革靴と、ちょっと待って手榴弾とかあるよ。攻撃を得て敵一体と周辺に熱気属性ダメージを与え、一定確率で熱気やられを負わせる。あの豚箱行きなんで、おそらくもう戦闘はないと思うな。どけ、ったくぐろしょろすんな。歩くの遅いやつが俺一番嫌いなんだよ。あ、すいません、女性は許す、おその対応しよう。なんだこれよ、若手ヤクザ。極道がどういった道か分かってんのが、こういうこったよ。跡形もなく消し去ったな。まあどうせ無所に捕まるんだから思いっきりセカハラしてやろう。うわ、よく避けられた、最悪だ。まあめっちゃ食うな。
いいね、牛丼食いたいね。払える？いやいや、もっとあったよ。シャバ最後の飯かもしれねえからな。いやいや、3000円ぐらいあったよ俺。よし、牛丼並みもう一杯。あ、はい、かしこまりました。ナミ長、悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか？すまない、よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会、それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。これで思い残すこともねえな。美味しいですよね、牛丼。うん、そういうことだ。ありがとうございました。警視庁科目です。おお、さっきのお兄さん、財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。